5分ぐらい押してしまいましたけれども OK 出ております。それではお待たせいたしました、お呼びいたしましょう。北海道からコアクマちゃんとアクマ様です。どうぞ。
くときはご機嫌な証拠ですから、この後もご機嫌に多分やっていくと思いますので、このまま雨が降らないよう祈りながら、この後もご当地キャラ博みんなで楽しんでいきたいと思います。北海道から来ましたコアクマとアクマでした。ありがとうございました。我々のブースはこちらへ、あちらにまっすぐ行きまして大きい通りの角にあります。こちらのパーカー販売中ですので、ぜひよかったら皆様足運んでください。お願いします。
数量限定で先行販売している新しいグッズがあったりですとか、 LINE の友達登録をしていただくことでちょっとしたプレゼントをご用意していたりとかしていますので、ぜひわくたまくんのブースに遊びに来てください。わくたまくんですけども、わくたまくん、わくたまくん今日と明日両方参加してますので、またわくたまくんにぜひ会いに来てください。これからも和倉温泉わくたまくんをよろしくお願いします。以上、和倉温泉わくたまくんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。この間本当にひこにゃんもお邪魔させていただきました。ありがとうございました。一緒にのれんをねくぐる写真なんかも撮りましたよね。もしよかったらツイッターなどにも上がってるものありますのでご覧くださいね。わくたまくんありがとうございました。なでなでしたときスベスベって言ってましたよ温泉にねしっかりと使ってるからお肌スベスベらしいですよ。皆さんよかったら後で確かめてみてください。はい、わくたまくんありがとうございました。またここねテント通るの大変だからね。はい、よいしょ。大事な卵も落とさないように。さあ、それ次のキャラちゃんが来るまでね、悪魔様と小悪魔ちゃんが頑張ってくれてますけどもありがとう。さあ、それでは次のキャラさん行きましょうか。はい、わくたまくんありがとう。はい、次のキャラさんは大阪府から来てくれています。大阪府藤井寺市から来てくれました、まなりくんです。どうぞ。どれくらいいらっしゃいますか？ぼちぼち。とまなりくんを残念ながら知らないという人がの方が多いので、まなりくんのご紹介をまずさせてもらって、知ってる人多かった？気のせい、もう一回聞く。すみません、もう一回聞きます。まなりくん知ってるよってお友達どれくらいいますか？はい、変わりませんけど、変わってませんけど、はい、というわけでまなりくんのご紹介をさせてもらいたいと思います。はい、まなりくんは今これ持ってますけれども、大阪府藤井寺市を PR するために中国が昔唐と呼ばれていた頃に唐に留学してきた遣唐留学生伊野まなりが藤井寺を PR するために、僕が有名になって藤井寺を PR するんやと蘇ってきてくれたんですが、残念ながらまだ認知度いまいち。はい、なんですけどこの前まなりくん嬉しいことがあったんだよね。今年ようやく百舌鳥古市古墳群が世界遺産に登録されました。ありがとうございます。で、おそらくこの中にはなんで藤井寺氏が古墳関係あるのと思ってらっしゃる方いるかもしれませんが、百舌鳥古市古墳群、古墳があるのは堺市だけではございません。有名なのは大仙古墳という大きい古墳ですけれども、その他にも藤井寺市、羽曳野市、この3市にわたった古墳、たくさんの古墳が世界遺産に登録されたんです。藤井寺市にある古墳は見るだけじゃなくって登ったりテクニックしたり簡単な、ね、お弁当とか食べることができるんですよね。で、この前は先月9月のいつやったかごめん忘れたんやけど、9月16日にマホラ藤井寺というイベントをございまして、そこではなんと伝統、日本の伝統芸能である能を、なんと、有形文化財と無形文化財のコラボということをしたんですよね。しかもそれが無料で見れるというイベントがあったんですけど、で、大成功で収めまして、すごく幻想的だったよね。
まだそういうイベントとかもね、いっぱいやっていきたいなっていうふうにまなりくんを応援してます。その中の一つとして、まなりくんが今持ってるプレート、なかなかの街中藤井寺っていうふうなのをやってます。スタッフが着てるこのポロシャツの後ろ QR コードございます。この QR、 ごめんまなりくんここ商売、QR コードを読み取ってもらったら一応そこにアクセスすることできますけど、なかなか読み込み悪いんで、なかなかの街中藤井寺って打ってもらった方が早いかもしれないです。ちょっと噛みましたけれども、はい、ごめんなさい、喋りすぎですね。はい、というわけで、まあ、藤井寺市にはいろいろな魅力が、古墳以外にも西国何十何箇所、33箇所巡りの五番札所の藤井寺がございます。藤井寺の藤は違うんですけれども、そんなも行ったりとかいろいろなものがございますので、もしよければ大阪府藤井寺、大阪阿部の橋駅から準急乗ってすぐ来れます。もしよろしければ遊びに来てください。以上、まなりくんの藤井寺の PR でした。ありがとうございました。ありがとうございました。みんなにね、知られてるからね、まなりくん大丈夫だからね、みんな知ってるから大丈夫、まなりくんのこと初めてじゃないよ、みんな知ってた、ありがとう。はーい、オッケー。さあ、それでは次行きましょうか。お時間の方がちょっとずれて降りて進んでしまっておりますが、次行けますか、大丈夫ですか。はい、岐阜県合同町よりバラナちゃんです。どうぞ。岐阜県の合同町からやってきました、合同町 PR 大使のバナナです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、バナナの住む合同町は漢字で神戸と同じ書き方をします。ただ読み方が合同と読みますので、お間違いのないようにお願いします。バナナはですね、合同町の大好きな女の子です。だから合同町の特産品などをいっぱい身につけています。まずこの髪飾り、合同町の花でもあるバラです。町の切りバラはですね、出荷量は東海随一となっております。次にこちらのワンピースはですね、綺麗な水色をしておりますが、合同町を流れる揖斐川の清流をイメージしています。そして手に持っているこちらはですね、小松菜です。岐阜県内の 80% をですね占める生産量を誇る小松菜でございます。まあ、こんな形でですね、バナナはですね、合同町の好きなものを持ってですね歩いています。さあ、バナナはですね、合同町のことが大好きなんですけれども、まあ、バナナの PR するですね、可愛らしいダンスがありますので、そちらをですねちょっと踊ってみたいと思います。簡単な振り付けになっていますので、よかったら一緒に踊ってみていただけたらと思います。さあ、ちょっと準備しますね。それではミュージックお願いいたします。
ですね、 YouTube で調べていただきますと、見ることができますので、よろしかったら検索してください。それではバナナのステージを終了とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。バナナちゃんの合言葉は頑張ろうずですよね。頑張ろうず、頑張ろうず、頑張ろうず。ありがとう。買ったものなんとも可愛いピンクの、そして可愛いバラの飾りのついたバラナちゃんでした。よいしょ。おお、セーフセーフセーフ。ユフィとミケちゃんの、さあさあさあ、今度ですね、さっきバラナちゃんがピンクのね丸い頭をしてたんですが、今度もピンクの丸いものを持ってきてくれる。